ベンムーディーベンムーディーは、アメリカ合衆国アーカンソー州、リトルロックのミュージシャン。エヴァネッセンスのギタリストとしてデビューするも、アルバム、ホールンに伴うツアー中に、創曲性障害などによる疲労や、バンドのボーカリストのエイミー・リートの創作性の違いなどにより、脱退、現在は、ソロ活動を行っている。脱退後は、アブリル・ラビーン、ノーバディーズ・ホーム、さらにリンジー・ローハン、 リトルモアパーソナル、ボーバイス、ザ、リアルシングなど多方面にわたって貢献している。元エヴァネッセンスのキーボーディストのデビッド・ホジストのコラボレーションで、ケリー・クラークソン、ブレイクアウェイにも参加、シングルカットされた、ビコーズ・オブ・ユーは大ヒットした。また、アナスタシアとのコラボレーションによる、エブリシング・バーンズ、自身のソロ名義でも、ザ・エンド・ハズ・カムを発表。2007年に入って、 セリーヌ・デオンと作業を開始している。さらにソロアルバム、キャント・リグレット・ホワット・ユー・ドント・リメンバーも2007年中の発売が予定されている。現在はメイクシフト・フィルムズ社にて映画やテレビ用音楽も制作している。2009年、元エヴァネッセンスのジョン・ルコンプ、ロッキー・グレー、アメリカン・アイドル・レイ・ナナのファイナリスト、カーリー・スミッソン、マーティ・オブライアンダとともに、 新バンドウィーアー・ザ・ホールンを結成。同年6月22日にハリウッドにて記者会見を行い、デビュー曲ベリーメ y May a を発表した。ウィーアー・ザ・ホールンのデビューアルバムティアーザワールドダウンは2010年5月11日リリース。ありがとうございます。